これはうまく打ちましたが、ショート上野がファインプレイ、反応しています。さあ加藤もまたね波に乗っていけるか。上野がんで、これはレフトへの打球はファウルゾーンですが、追いつきましたか、ショート小深田です。長い距離走りました、長い ね、 ね、んこれはどうだ、ショートチャージしてきて上野は一塁送球、ナイスプレイ、先頭島内ショートゴロに打ち取っています、ワンアウト。さあこれも打ち取った当たりですが、足の速い西川ですが、セカンドチャージ、石井ナイスプレイ。さあプレッシャーのかかる守備でしたが、石井しっかりとアウトを取っています。石井に関して、これはセンターへの打球、だいぶシフトでいたんですが、レフトが、今川、長い距離を走ってよく掴んでいます。今川がもう左中間のところで、ね、掴んだという打球でした。いや今ね、普通だったらね、完璧に抜けてそうな、ね、打球でしたけど、少しとカッキーが残るというところです。コーチ山口ですが、このショート下がりながら一連の動作で源田がアウトにしています。出塁というのが決まってしまいました。おっとライナーピッチャーのグラブ、小島が出したところそのまま入りました。そうですね、低めのボール、さあこれはどうか、これはセンターが、おースインキャッチ、狙うかもしれないね。ショートエチェバリアのエント、もっと高く行きましたけども、そうですね、まあ、でもショートのプレーを見るのは、はい、153キロ、おお、どこだ、サード宗がしっかりボールを取って一塁へ、いいプレーです。強い打球だったんですよ。そうですね、まあ、内容的には悪くはないですよね、でもサードの宗選手もね、1・2塁間の打球抜ける、3塁に止まる、いいボール返ってきた、ツーアウト満塁です。ストレート逆方向へ、左中間伸びます、レフトが追いかけて追いついた高部、昨日もファインプレー多かった高部ですが、レフト追いついています。ランキングでは9位、低め当てていきます、ショートゴロ源田、足も速いがアウトです、スリーアウト。初球打ち上げて浅いフレーはセカンド後方ですが、ライトが前進して、ライトが池田取ってランナーそのまま、またこう交錯するのを、ね、はい、かわしながらでしたからね、ファインプレーですよ、はい、まあ、ヒットが1本出れば何かね、いい流れはつかめそうなんですけどね、はい、ショートへの打球か、ここは小深田一塁送球、ナイスプレーになりました。小深田もチャージでナイスプレー、西井和成ショートゴロに割っています。今日は140キロ台中盤で、おっとっとっと、金子がグラブで止めて、こぼれはしましたがしっかりと一塁送球しています。間に合ってツーアウト。ピッチャー会社はね、キャッチじゃなくて畑落とせって言うんですよね、そういうことなんですね、はい、今ですから今もまさにその通りですよ ね、 ね、これは当てるバッティング、サードへの打球は渡辺がチャージしてきて一塁送球、足の速い神谷ですが、ここはアウトになっている。センターの強い打球ですが、ここはセンター辰巳がバックして、ゴールデングラブの辰巳の守備範囲は広大です。野村反対方向、ナイスバッティングですが、ライト、ここはライト島内が取りましたか、ナイスプレーでした。ようにね、こうすればいいかなって思うんですけどね、引っ張っていきましたが下がって、コナは今日はライトに入ってます。今シーズン初スタメン、今日はありますよね、はい、打ち取った二塁打球だ、一塁ベースカバーいなかった、セーフでした、セーフでした。ただ与沢今ベンチ方向に合図を送りました。佐藤と競争、このタイミングどうか、ベースを どうですか、このお客さんの反応は。レフト方向から結構なんですね、リアクション拍手が聞こえてきてますが、これが3本目、判定出ました、アウトでした。
焦りみたいなものを、ね、感じたりするんでしょうけれども、さあこれダブルプレーコースです。4-6アルカンタラの素晴らしいバックトスが張ってのファイブレイ4-6-3完成です。うん、アルカンタラ、うん、ファーストです。ファーストトークを鈴木トスでブセニッツ3アウトになっています。うん、サードよく取っている村林一塁送球、強い送球でよくアウトに取っています。ナイスプレイ。長い送球でしたね。アウト取りました。村林のナイスプレイです。ここまでね、こう打たれるという感じはしないんですけどね、はい、ここはよく中村晃が抑えました。そしてベースカバーに入りました。レイニトスをシュートです。山川、あっと職員足元を襲ってセカンド回り込んで一塁送球アウトです。続いているという清宮です。そして松本セカンド一回転して一塁へ。センター打ち返してセンター下がっていきますが、後藤下がって追いついています。センター後藤まで余裕がありました。ワンアウト。ショートの前、紅林一塁送球、どうだ、間に合ってアウト。あ、ここはしっかりワンバウンドスロー。後ろな感じじゃなかなかいかないんでしょうね。うショートの右、小深田一塁へ。これは好プレー。先頭紅林はショートゴロ。野口強い打球はショートうまく吸い上げた小深田、これはいいプレーです。野口もしっかり捉えたんですが、はい、いい対応だと思いますよ ね、 やっぱ手元で変化してる、はい、ちょっとこう抜かれたのか、うん、落とされたのかっていう感じだ、はい、うまく打ってボールこぼして一塁へ。さあ競争になって一塁はアウト。マルモレホスがボールを、まあ、ジャンプして弾いて、はいはい、初球を捉えて打球は抜けないセカンド三森、ワンアウト。打球にあまり勢いはありませんでした。今宮うまいバッティング、ライトを山口取りました。笑顔の登場。打球はファーストライナーになった。一塁ランナー戻ります。ワンアウト。ファーストの佐藤俊也が抑えています。今言ってもよく戻りましたね。うんと弾んだ打球はサード、セカンドどうだ、アウト。タイミングでしたよね、はい、ファースト投げるかなって思いましたけどね、タイミング的に。サードの野村勇はセカンドへ送球、ああアウトですけど、あの、はい、このままバット折れました。ショートゴロ中山、さあ一塁へ。いい動きしてますよね。ナイスプレーですね。ナイスプレーですね。中山ありますね。ちょっと今つまずきました。セカンドゴロタッチしてアウト、一塁もアウトです。これは三遊間深いところ、ノーバックハンド、いいボールを送りました。これはファインプレー。追い込んでからです。センターへは抜けません。すぐさま一塁送球、ファーストもよく取りました。佐藤中軸とか5番6番に送るっていうのもあるんでしょうけど、はい、点数取れないんで、できるだけあのいいバッターを回していくっていう方法でもいいと思うんですよね、まあ、こういう言い方するとすごく失礼かもしれないですけど、ここまではほとんど変化球、おっと掴み取りました。背面キャッチ、こんなことあるんですね。ジョニーさんすごいですよね。バットセンター、面白いところ、この処理はどうか、冷静さばきました。先頭山口ピッチャーゴロです。5番4球目ピッチャーゴロ、1-6-3とゲッツー。島内はピッチャーゴロ、併殺打、このピンチを山崎幸也がしのいでいます。打球がセンターに抜けるか、セカンドボールを取るが、どこにも投げられません。黒川よく抑えました。しかしランナーオールセーフで三塁一塁、胸がつないだ。センターの右、センター下がっていって、下がっていって、どうだ、追いついた。辰巳が落下点まで一直線です。ナイスプレー。リチャード、サードゴロ正面、安田取ってタッチはセーフです。一塁送って
アウトになりました。ここは安田も落ち着いてますからね。初球を叩いていった、高く上がったんですがどうだ、ショートの後ろ風もあるが野村勇取りました。これで犠牲フライになるか、懸命に走ってホームイン、エアードショートへの犠牲フライです。初球から打っていきました、8対4。サード、よく飛びついた、いい反応でした、中島です。高めの球レフト方向へ、さあ三塁ランナーはタッチアップ、スタートは切れない。スタートの、そしてレフトの引っ張ってファースト、ナイス守備だ山川、そして山内のボールを送ってアウトです。スリーアウト、三者凡退、5回の表日本ハムをゼロに抑えました。落としてきました、セカンドの前、浅村一塁送球、間に合ってアウト。マムネも粘ったんですがうまく打ったんですよ、ファーストライナー、鈴木第一ボールを取っています。これは好プレー、中川もうまく打ったんですがショート取って二塁送る、一塁送球、一塁はどうか、一塁はセーフ。その間にクロカーホームイン1対1同点。さあ一塁ベース上小深田大丈夫でしょうか。スライディングして肩痛めた、ね、つくような形になりましたかね、うん、ね、この打球がショート取って二塁フォースアウト、一塁送球、一塁もアウト、ダブルプレーになりました。あ、いい位置守って